ついに一人になった。生存していた者は全員死んだ。かえって好都合だ。急ごしらえの小舟が嵐に翻弄され転覆する様を私は崖の上から眺めた。国運は洋上にかざされた巨大な手のように、不幸な連中を乗せた小舟にシャニムにつかみかかった。嵐の怒りに誰も抗うことはできなかった。私はその様子を注意深く観察した。嵐は何の前触れもなく巻き起こり、しかも局地的だった。そしてやはり唐突に収まった。しかし何より興味深いのは、この嵐がたまたま発生したようには思えないという点だ。私には情念というか何らかの意志のようなものが感じられた。この島で何が起きているのかはわからない。しかし生きて脱出するにはこの現象を解明しなければならない。ここからが正念場だ。これでダメだったら最悪。
兵士が身につける認識表ね。漢字は読めないけど、第二次大戦当時のもの？長い年月の間に新たに島に流れ着く者もいたが、私は彼らを避けた。邪魔立てするようなら容赦しなかった。しかし私は気づいた。今こそ他の者たちの協力が必要だ。さらなる前進を遂げるためには島を完全に支配しなければならない。忠誠心の厚い者たちを少人数集め、権力と組織の必要性について教え込むのだ。しかし彼らにとってさらに重要なのは、殺人や暴力の行使をためらってはならないということだ。ここで生きていく以上、そうしたことは生活の一部。彼らには組織と目的と仕事が必要だ。この島を我が手中に収めた暁にはきっと嵐の正体を解明してやる。近づけるな。
この合金製の記章は旧日本軍の2級射手に送られたものね。うっすら漢字が彫ってある。誰かの名前？送信機のシグナルを増幅できるはずだ。まず非常用チャンネルに合わせて無線機がシグナルを受信したら救難信号を発信するんだ。ララ、うまくいくようにみんなで祈ってるからな。ありがとう。
デー、メーデー、こちらエンジェラス号のクロフト。ドラゴントライアングル内の島に足止めされてる。救助と医療費を求む。応答せよ。お願い応答して。メーデー、メーデー、こちらエンジェラス号のララクロフト。こちら N177A、 船からの救難信号を傍受し捜索を続けていた。もうダメかと思ったぞ。こっちもよ。大まかな位置は把握したが、目印が欲しい。あ、了解、やってみる。すぐそちらへ向かう。以上。ララクラフトはヒーローだぜ。レイエスが笑ってるの初めて見たぜ。オーケー、目印になるもの。火を焚くには燃料がいる。なんとかなるはず。火をつけるにはどうしたら。これで火をつけられる。Huh?
ララ、聞こえるか？あの無駄遣いだぜ。目に焼き付いて離れない。雲一つない青空に突然嵐が起こって飛行機を墜落させるなんてありえない。そう、ありえないの。何か原因があったはず。それが何なのか私にはまだ分かってないだけ。何があった？嵐が、急に黒い雲が出て救助の飛行機があっという間に飲み込まれたの。ララ、よく聞け。墜落はここからも見えたから距離は近いはずだ。とにかく無事でここへ戻れ。わかった。すぐ向かう。登る方法があるはず。
ロープをかけられそうね。さっきまで何ともなかったのに、急に嵐が襲ってきた。気配すらなかったのに。いや、お前のせいじゃない。私が救助を頼んだから。ララ、別の方法を探そう。メーデー、メーデー、こちら N177A 副操縦士ジェソップ。もしもし、聞こえる？応答して。不時着時に重傷を負った。緊急救護を要請する。こちらクラフト、聞こえますか？発煙筒を焚いた。誰か救助を。ダメ、聞こえてない。助けに行かなきゃ。ダメだ、煙が見えてる。今は仲間のことだけ考えろ。サムが見つかり次第合流しないといけない。でも見捨てるなんて私にはできない。助けに行かないと。時には犠牲も必要になるんだ。全員は救えないんだ。そんなことは私だって分かってる。いや、お前は分かってない。犠牲とは自ら選択することだ。失ってから受け入れることとは違う。見殺しにするなんて私にはできない。助けに行く気なら急ぐんだぞ。ロス、ごめんなさい。でも見捨てるなんてどうしてもできない。ロスはどうする？山を降りるよ。他の連中と合流できるかもしれん。あいつらが心配だからな。ダーラ、急げ。早く助けて他の連中と合流するんだ。遺跡でスナイパーライフルを見つけたんだ。ついてたな。しかも弾まで入ってる。とにかくこいつを使ってみるよ。誰もいねえよ。多分な。だが命令だ。俺は飛行機の様子を見て。ああ、すぐに取り掛かるよ。時間の無駄だ。約束
草を使った日本古来の漢方薬を入れる瓶ね。ずいぶん長いこと封をされたままみたい。これは多分マイタケね。免疫力を高めると言われてる。名前は踊りの舞に由来するみたい。聞こえる？ロス。レイエス、俺だ。そっちの状況は？集団の後をつけたら、町みたいなところに着いた。この島は異常だよ。こいつらの目的は何なの？さあな、知りたくもない。サムとホイットマンは見つかったか？いや、ララとは一緒なの。ああ、これから山を降りて、そっちと合流する。了解、こっちももうちょっと近くへ行く。無線はオンにしといて。何度も広げたり畳んだりした跡がある。誰かが繰り返し見ていたのね。故郷に帰れなかったのね。この島で大勢の命が失われた。
どう切り出したらいいかわからないから単刀直入に言うよ。アリーシャはあなたの娘、とっくに気づいてたかもしれないけど、またエンジュランス号に乗り組むことになって、もうこれ以上隠しておけないと思った。誤解しないで、私は何もアリーシャの人生からあなたを締め出そうとしたわけじゃない。あなたの生き方や望みを知っているからこそ黙ってた。家や家族を持つなんてあなたの柄じゃない。本当ならあなたに打ち明けて自分で選択してもらうべきだったかもしれないけど、私はあなたのためと思って代わりに選択してあげた。この調査が終わったら折を見て今後のことを話し合いましょう。それまでにあなたはどうしたいか考えておいて。これはごぼうね。炎症を抑えるとして古くから漢方に用いられてる。
煙が見える。島から出られたらお前何したい？うまいもん食うよ。ああそりゃいい。何食う？ハンバーガーにフライドポテトだろ。あとは冷えたビールだ。くそいいな。誰が出るぜ。お前はベッドで寝たいぜ。ちゃんとエアコン効いた部屋でさ。島の外のことは考えないのに、どうせ出られやし。おい、手を貸せ。なんとかして上へ登らないと。
せないと。今は無理。私はこの呪われた島を去る決心をした。これ以上邪馬台国に関わるべきではない。太陽の女王の力は未知のものだが、この世ならぬものであることだけは間違いない。思った通り、女王は最初から私の意図を見抜いていた。その上で私をあえて泳がせ、適当にあしらっていたのだ。女王は全て知っていた。この島を生きて出られたら、我が君をいさめねばならない。邪馬台国に手を出してはならぬと。邪馬台国の領海に近づきたくば、相応の貢ぎ物を捧げるべきだ。卑弥呼の怒りに触れることだけは避けなければならない。そうなれば、我々は破滅を免れまい。島で目にしたその他の物事、あの忌まわしき光景を、私は二度と語ることはないだろう。
な、話はロスから聞いた。大丈夫、他にも方法はあるよ。だといいけど、サムの手がかりは？日本っぽい古い城に入ったみたいだ。嫌な予感がする。心配ないよ、多分観光だろ。もっとマシな嘘ついてよ。お願いだから気をつけて。古墳時代より古い。随分手こずらせてくれたな。だがお前は甘い、予想通りだ。殺せ！間違った！